チャンネルのももかです。本日はなんと小選挙スカイバスツアーにお邪魔しております。もう行きを今甲府駅出発で乗ってきて、今小選挙にいるんですけども、もう天井がこんな感じでもうこうやって開いてるんですよ。だからすごくもう開放的で、結構バスも高くて日常では味わえないような感覚を味わっています。すごく楽しいです。ということで、まあ今回は小選挙をメインにいろいろなところをちょっと観光しようかなって思っています。で、まあ、ツアーに参加した方はこんな感じで、あのおもてなしもちゃんとしていて、あと寒いんで北海道とこの膝掛けもプレゼントでもらえます。期間限定ではあるんですけれども、まあ、山梨交通さんの方でこのようなイベントを都度やっていくと思うので、これからもチェックの方をよろしくお願いします。それではどうぞご覧ください。山梨ワイン王国に来ました。なんかアルコールだけじゃなくてブドウジュースとかも飲めるみたいです。なんかすごい異国みたい。ボトル？ボトルはね、アレンジがすごい。SDGs じゃん。多分緑だから、シャインマスカットで。ああ、なるほど。こうなるんだ。すごい種類だね。そうするとここに山形の線が見えます。飲みやすい。あ、今度赤い。うん、おお。いきます。いい匂い。苦味がない、全く。ないんだ。えぐみなんて言うんだろう。なんかあるじゃん、ぶどうの。うん、全然ない。飲みやすい。お買い上げです。リップルームすごい。リップルーム入れるの。うわ、すごいね、見て。すげえ。すごい。ありがとうございます。貴族じゃん。座っても大丈夫。新居です。すごい。本当のお金じゃないですよ、こんなくつろがないのね。山梨県産の果物だよ。小選挙のデザインのステンドグラス、すごい。このブドウも石でできてます。あ、本当だ。え、何ここ。あ、ここロープウェイの裏か。
こっちに来てくれ。すごい金。アトラクションみたい。え、結構早くない？ね、結構早いね。おお、行ってしまった。楽しんでくれ。すごいなこれ。なんか石っていう世界じゃないよね、もう岩石。やばい、これめっちゃ綺麗。月じゃん、月。やばい、時間なのでちょっと戻ります。遅刻したらやばいから。あば、乗ってる、みんな大丈夫？まだでも時間じゃないから。こんな感じで手拭いてからね。ツアーが組まれてます。してる。うん、やばいねこれ。大変だ。すごい。そっか。アンケートを書いたら、キティちゃんのと武田信玄のクリアファイルもらいました。かわいい。湯村温泉に帰ってきました。ここからお昼ご飯を食べて乗り換えます。ホテルでお昼ご飯を食べました。で、今から幸せのオカリアンスとそこで気球体験をしてきます。結構一番楽しみにしてたので、どんな感じなのか早く乗ってみたいです。記念にボールペンもらいました。あ、そう、小選挙バスツアーって書いてある。バス乗っちゃいますからね。地球すごい。地球じゃない、気球。これに今から乗ってきます。周りの温度と近くなってくると、はいはい、浮力がなくなって落ちてくる。へえ。あ、じゃあなんか急激に落下するってことはないんですか？ない。へえ。じゃあ安全ですね。私たちの番です。すごい大きい。てか視界に本当入りきらない。やばい。やばい。撮影するってこと。キャ、乗る、狭いかな、大丈夫？狭いかな。扉が閉まります。このあたりに、ね、赤い取っ手がありますので、取っ手を使って。扉開いたら終わるかな。ロック OK。 ここに取っ手がある。暑いね。頭は暑いな。取ってる？あ、取ってるよ。ここすごい。温度90度ぐらい、ね。炎の温度が1500度ぐらい。すごい。高っ。中で動いてしまって大丈夫なの？体重の関係で傾いたらやばいですよね。どうやって端っこ、こ、え、怖い、端っこ。上がってきてるぜ。風船の中の温度が下がる、少し下がるだけで降りていく。おお。めっちゃ高く。あのカゴが、カゴが傾くとめっちゃ怖い。うん、い、頭燃えそうになるよね。あの男の人絶対頭熱いよね、近いから。幸せのオカリアンスに来ました。なんか反抗の施設みたいです。でもなんか彫刻とかお庭とかめっちゃ凝っててすごいです。なんか一体どんなところなのか私も見てはいましたが、中身を知らないので早速行ってみます。アリアンスさんに行ってきました。なんか無料
占い感、あの名前の占いみたいなやつやってもらって、去年と一昨年最悪だったでしょって言われて、マジで最悪だったからすごいなんかびっくりしました。でも来年と再来年はもうすごい、もう上り調子っていうか、新しいことにチャレンジして頑張ってくださいって言われたんで、ちょっと来てるんじゃないかなって思うので頑張ります。お疲れ様でございました。気球いかがでしたか？楽しかったです。ようお願いをいたします。甲府駅に着きました。はい、ということでお家に帰ってきました。ちょっとバス降りたりバタバタしちゃったりしてエンディングを撮影できなかったんですけど、もうすごく楽しかったです。まあやっぱりね、たまにはこうやってバス使って観光っていうのも気分転換にはいいんじゃないかなって思います。県内の方はなんかすごくびっくりしたのが、山梨ってこの時期柿がこういろいろなお家とかあのお店とかに干さってたりすると思うんですけど、それがすごく すごいそれがすごいっていうのかな、なんて言うんだろう、それに対してなんか喜んで見てくださってて、あ、なんか私たちの当たり前の日常って普段見てない人からしたらすごく魅力のあることなんだなって改めて気づきました。だからやっぱ私たちが県外に行って観光するのもまあそれと同じことだとは思うんですけど、私も今回県内観光して改めてなんか山梨県のこともっと知っていきたいなって思ったので、これからも頑張っていきたいと思います。今回のツアーがあの山梨交通さんのツアーなんですけど、ちょっともう気球の方が予約がいっぱいで期間が終了してしまっているんですけれども、スカイバスの方はあの概要欄に今回のツアーのホームページを貼っておくので、ぜひチェックしてみてください。でまた次もこうやって面白いこうツアーだったりとかイベントを組み込んでくださってると思うので、その際はぜひチェックをしていただいて、まあ、早めに予約を取っていただくことをおすすめします。では今日も動画をご覧いただきありがとうございました。今日はゆっくり寝れそうです。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。高評価とグッドボタンは一緒だ。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではさよなら。